踊りなのバリエーションを踊ってもらいたいと思います。お願いします。いいよ、しっかりつま先伸ばそうです。伸びたよ。はい、いいです。はい、5番見せて、そして後ろのつま先も頑張って、そう、膝伸ばしきる。はい、頑張ったよ。そう、肘がだらーんならないように。はい、そうです。はい、最後ね、ピケ頑張ってください。1、2、3、4、見て振り返る、頑張って。そう、お膝横でポーズ。はい、よく頑張りました。よかったと思います。はい、いいよ。あ、ソフィーちゃんがそこにいました。グールで3位を取った心ちゃんが反省文を書いてきてくれました、ね、あのうさぎの、ね、マークも、ね、ちゃんと書いてくれて、コンクールありがとうございました。緊張したけれどやっぱり舞台では気持ちよかったですって書いてくれてましたね。悪かったところを、ね、考えてみましたということで、いろいろとね、すごいたくさん書いてきてくれたんですよ、ね、すごいでしょ。股関節が開いていないとかね。あ、これはね、グリサードアントゥールなんですね。私の発音がね、アンプルなん、アントゥールなんですね。はい、これすごいと思いませんか。魅力的な踊りを踊りたいですって書いてくれてますね。そう、すごい嬉しいですね。舞台はとても緊張するけれど、先生が舞台袖にいてくれると安心できて気持ちよく踊ることができます。いつも付き添ってくださってありがとうございます。発表会ではみんなで力を合わせて素敵な踊りにしたいです。これからもよろしくお願いします。またコンクール挑戦したいと思っています。ソフィー先生大好きです、ハートマークでね。心ちゃんが、本当にね、一生懸命反省文書いてくれました。こういうことがとでも大切なんですね。あ、今これすごい、これもいいですね。プリエが浅い、ね、あの本当素晴らしいです。本当に素晴らしいです。こういうことが次につながるんだと思います。なので必ずですね、これは振り返りっていうのを、これ DVD 見てやってくれてるんですけれども、これ本当大事なことなので、大人の方も踊り終わった後必ず見返してくださいね。DVD。時々もうこれはお蔵入りですとかね、なんか言う人いるんですけれども、それは良くないかなと思います。コンクールでも発表会でも必ず舞台が終わった後には振り返りが必要だと私は思っています。その振り返りをすることで、さらに次なるステップを踏むことができるからです。あそこがダメだった、ガクーンとかね、あそこうまくいった、イエーイ、それだけじゃないんですね。どうしたらこういうふうにできるか、やっぱり考えていくっていうことが大切で、これは日々のレッスンでも私は同じだと思っています。日々のレッスンでもやはり一つ一つ大切にして、今日はどうしてここがうまくいかなかったのか、じゃあどうしたらうまくいくのか、やはり考えながら取り組んでいくということが大切になると思います。いつもいつも毎日毎日振り返りしてくださいね。その振り返りの中で皆さんが成長できると私は思っています。ではこれからも皆様が素敵なバレエライフ送れますように。バレエライフだけじゃないです、それ以外でも素敵な人生を歩んでいくことができますように。いつもここからあなたのことを応援しています。ではまたねー。